はい、次は西山選手のインタビュー始めます。荒川教授でお願いいたします。一郎さんからお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。久しぶりの勝利って、まずこれどういうふうに今受け止めているの？いや、本当にフォームで勝てたことは本当に良かったと思います。最終クォーターに、まあ、みんな非常にアウトサイドがまずポンポンポンと入ったなと思うんですけども、あそこら辺はすごくいい流れで攻撃もできてるんじゃないかなと思ったんですけど、どういうふうにプレーしてて、今年はどういうことができたっていう。まあ今日に限らず、まあ、僕らはやっぱりスリーポイントシュートを多く打つチームなので、まあ、それが今日本当にいい確率で入ったので、まあ、こういう流れで勝てたっていうところではあると思います。その前のクォーター多分サンピリマーシャルとかインサイドからフローターだったりレイアップで点を決めてくれてたっていうのも、それもやっぱり4クォーター少し中に相手の目が向いてたって感じはあるんでしょうか。そういうことはなくってことですよね。まあ、ちょっとそれは分かんないですけど、でも本当にそういういい合わせで中で得点できてるっていうのも、まあ、僕らにとってもいいことだと思うので、まあ、そこでもしかしたらちょっとは相手が中に意識で、まあ、外がオープンになったのかもしれないですけど、まあ、いい攻めの組み合わせできてたかなとは思います。分かりました。ありがとうございます。そうか、いかがでしょうか。お疲れ様です。お疲れ様です。第2クォーターはちょっと相手のゾーン攻め上げて外からのシュートもなかなか入んなかったと思うんですけど、あそこはどういうふうにこう修正し、チームとしてこう流れ変えていこうと修正してはっていう感じ。まあ、ハーフタイムでコーチが言ってたのは、まあ、ピックアンドロールで、まあ、うまく攻めれなくて、もうちょっと中にアタックするっていうところを言われたので、まあ、後半それを意識してゾーンでもそういう中にアタックしてのキックアウトっていうのが、まあ、うまくスリーポイントだったりそういうのにつながったのかなと思います。本店を聞きたいんですけど、まあ、次まだ強敵で、まあ、主にマッチアップする選手も日本代表選手とマッチアップすると思うんですけど、まあ、次戦に向けて意気込みをやってもらって。そうですね、まあ、個人的にすごい楽しみな相手ですし、まあ、そこをどうやって抑えるかっていうのも、まあ調整期間は短いんですけど、まあ、しっかりチームとして戦ってなんとか勝てるように、はい、帰っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そうか、はい。まあ、連敗がホームで止まったというところ、この辺は率直にどうお感じですか。いや、もう本当にホッとしてますし、まあ、やっぱりホームでの勝ちはアウェーより格段に嬉しいです。まあ、そういう中で前節がアルバルクというやっぱり強敵で、まあ、負けてはしまったんですけど、やっぱりこう手応えっていうのはこう徐々に上がってきてるっていう感じながらのまた今日だったということでよろしいんでしょうか。そうですね、2戦目は特に、まあ、アルバルク負けてしまったんですけど、まあ、いいエナジーで戦えて、まあ、もう少しっていうところまでは来てたんですけど、まあ、そこで今日も、まあ、1試合だけっていうことでしっかり出だしがエナジーよっていうところで、まあ、しっかりみんなで、まあまあ、やっぱり2クォーターそういうところではちょっと下がってしまったんですけど、ここはしっかり我慢して、まあ、最後まで継続できたということが本当に良かったかな。いい成長につながっているかなと思います。はい、今回よろしいでしょうか。はい、終了させていただきます。